皆さん、こんにちは。今日は2023年10月15日日曜日です。今日のテーマは中国ではですね、トンネルの中で工事していてですね、急に事故が起きました。爆発しましたが、これについて話をします。また、中国にある日本の会社ですね、企業ですが、中国から移転します。 制度ライン移転すするんですよ。日本の会社はですね、あんまり言わないですが、でも行動しています。これについても話をしたいと思います。情報が多いので、少しずつ話をしたいと思います。一つ、イスラエルから回避する、退避する、多くの国は自分の国民に呼びかけていました。やはり危ないからですね。 そして、韓国側の情報ですが、韓国軍の飛行機ですね。日本の領事館、日本の大使館から、外務省から、そういう連絡があってですね。現地にいる日本の方ですね。51名を登、ま、場、あ、してもらって、韓国に移動してもらいました。現地での退避はできました。これはですね、 うん、パッと見てですね、どうかなと思いますけれども、ただし、韓国と日本の行動ですね、非常にいいでしょうかというふうに思います。しかしですね、やはり自分の国の国民のことをですね、守ることが大事ですね。まあ、どんな方法でも守れることが大事ですよね、というふうに私は思います。しかしですが、中国だけは違います。 イスラエルにいる中国人はですね、自分の SNS で助けを求めているんですよ。イスラエルにいる中国人はですね、10月9日のチケットを購入していました。中国の海南航空ですね、のチケットですが、しかし、この航空会社ですね、その後発表しました。安全の問題で飛行しませんよと発表しました。 現地の中国人はですね、やはり心配で不安です。そして怖いんですね。なので、イスラエルにある中国の大使館に電話をしました。しかし、出ません。なので、大使館の方に向かっていたんですよ。しかし、大使館の職員さんは答えました。自分のことですから、自分で考えてと言いました。なので、大使館も入館禁止ですね。まあ、現地の方はですね、テルアビブという ホテルですね。ホテルに、この都市ですが、ホテルに泊まっている状態です。なので、本当に大変ですね。しかし、10月12日、中国の外務省は言いました。イスラエルにいる中国人の安全を気にしているんですよ。早く落ち着いてほしいですね。何かがあったら、確かに助けを求めてね、というふうに言いました。実はですね、何もしていません。外国の にお願いすることですらしないんですよ。まだですね、中国の外務省、3名中国人ですね、現地で犠牲。一部の方は不詳ですというふうに認めました。ただし、これに関しての対応方法は一切触れません。中国の外務省はですね、このことですら認めたくないんですよ。ただし、現地の中国の商社ですね、自分の従業員さんが撮った動画、写真を拡散したんですよ。 これでバレてしまったんですね。中国の外務省はイスラエル側と連絡はですね、しませんでした。最初はエジプトの外務長官と電話をしました。次はパレスチナの外務長官と電話をしました。これはおかしいんですよ。イスラエルにいる中国人がいるんですよね。でもイスラエルの外務省とは連絡しませんでした。原因はですね、最初はイスラエル側から要求されました。 ハマス組織のことを批判してほしいですと中国政府の指示をですね、求めてきたんですよ。しかし中国政府は返答しました。中国はいつも平和が大事ですと思っています。ハマスとは友達ですし、イスラエルとも友達ですと普通に返答しました。ハマスはですね、テロ組織なんですよ、実は。でも中国政府は友達ですと言っていますね。 中国にとってですね、イスラルはとても大事な貿易相手なんですよ。本来はですね。特に他国んの軍事技術ですね。イスラルに教えてもらっているんですよ。中国にあるイスラルの大使館発表しました。中国はですね、本当の大国、地域で影響力を発揮したいならですね、積極的に国際事情に参加することでは大事ですよと。 つまりですね、世界の先進国と一緒に立場調整して立って同じ発言、行動することですよと。ただし中国はですね、ハマス組織のことを絶対に批判しません。なので中国にいるイスラエルの大使さんが発信しました。多くの方はですね、批判を受けました。解決する方法を我々は中国に求めたりはしていません。 我々はイスラエルとして国際社会の支持を得たいんですよ。中国はいつもですね、イスラエルのことを友達ですと言っています。でも今回は全く支持してくれないんです。ハマス組織はですね、たくさんの一般人、子供さん、外国人を拉致しました。中にはですね、中国人もいてるんですよ。しかし中国政府は何もしていません。そういう話もあったんですね。 ハマスに拉致されたのはですね、中国人ではあるんですが、まあ、ハーフですね。ただし、国籍はわかりません。お母さんがですね、中国人ですので、中国政府に助けを求めているんですよ。娘さんはですね、拉致されました。しかしですね、中国の外務省は説明しました。お母さんは中国人ですね。お父さんはイスラル人ですが、娘さんはですね、中国人ではないんです。 これが中国伝統の文化ですよと言いました。しかしですね、ここでネットではですね、近くてしようと言います。グー・アイリンさんですね。この女性ですが、お母様ですね、中国人だから、娘さんも中国人ですと中国政府は主張しました。この方はですね、アイリン・グーと言いますが、国籍はですね、今でも謎です。日中国籍の可能性はあります。 この間、北京冬オリンピックですごい有名となったんですよ。しかし、アメリカで生活しているんですよ。アメリカ生まれですね。アメリカで生活して、アメリカで訓練を受けてきて、でも、中国人としてオリンピックに参加して金メダルを取ってくれたんですね。中国政府はですね、ものすごい宣伝しました。でも、どう見てもですね、これは中国人に近くでしょうとみんな思っているんですよ。 でも中央政府は説明しました。お母さんが中国人だから中国人です。というふうな話もあるんですよ。なので、全然違う対応ですね。13日の午後ですね、ピキにいるイスラエルの外交官ですね、ピキの街で普通に歩いていました。えー、刺されましたね。ピキのスーパーの外で刺されました。白い服を着た方がですね、急にその方に向かっていたんですよ。 あのそういうものをです、ね、持っていたわけですから、まあ、外交官ですので、まあ、衝撃ですね、刺されて、その後、ですね、病院に搬送されました。まあ、犯人はですね、アジア系ではないですというふうに言われていました。まあ、外交官は、ね、動かなくなって、白い服を着た容疑者は、ですね、普通に歩いて現地から、まあ、逃げたんですね、離れました。 その間ですね、犯行してる間ですね、誰も止めなかったんですよ。みんな集まったりとか、まあ、矢島ですね、っていうこともなかったですし、スーパーの警備員も出てきませんでした。容疑者はですね、その後、離れて、あの、誰も止めなかったんですよ。その後、中国の警察局ですね、発表しました。容疑者の身柄を確保できました。53歳の外国人です。 北京で作家の貿易業をやっています。これに関してイスラエルの大使館ですね。中国にある大使館、発表しました。外交官である被害者は病院で治療を受けています。今は病状ですね。落ち着いてきました。これに関してイスラエルのメディアですね。報道しました。今回の事件というのはテロ組織の行動です。ハマス組織は世界に呼びかけていました。 ハマスの行動を指示してもらって、10月13日ですね、非道な日と言いますが、まあ、起こる日とも言いますね。この日をもってですね、起こりましょう、やりましょう、悪いことをしましょうという日ですね、まあ。見た目では強い組織ですので、この日でですね、イスラル人、またユダヤ人を、まあ、攻撃しましょう、怪我してもらおうというようなイメージですね。本来は、まあ、消すということですね。現在ですね、イスラルの大使館、 そして中国にある、北京にあるですね、パレスチナ大使館ですね、の周辺、私服警官とかですね、ものすごい多いんですよ。まあ、中国はですね、の治安は実に良くないんですよ。これが中国の今の現状ですね。次です。2、北京のですね、シャンシャンフォーラムというのがありますので、10月29日から31日開催します。アメリカの国防省発表しました。 北京の要請を受けて参加します。ただし、アメリカのオスティン国防長官は参加しません。でも代表を派遣していてもらいますよと言いました。このフォーラムのことを参加して、中国軍側の代表と会談はできますし、お互い通話、連絡のルートですね、の確保のためですよというふうに言いました。去年8月でしたが、ペロシー元議長さん、台湾を訪問して、 中国政府はものを猛反発しました。中国軍と米軍、お互い高級ポジション同士の連絡するルートを遮断しました。アメリカ側はですね、すごい不安となって、やはり衝突を避けること、誤解をですね、避けるために、連絡のルート、ホットラインの再開をですね、求めていたんですよ。しかし今回ですね、できるようになったんです。次です。3。 10月13日、プーチン大統領は CIS、首脳会議に参加しました。これはですね、国際裁判所に指名手配されて初めての外遊ですね。CIS、これは首脳会議とはですね、まあ、独立国家共同体と言いますが、ソ連が崩壊しました。まあ、ロシアがですね、ソ連の後継者としてこの組織を作ったんですよ。 1991年に設立して、年に1回、また2回という会議を開催していました。現在ですね、加盟する国は、ロシア、モルトバ、アルゼルバイジャン、ベラルーシ、カザフスタン、アルメニア、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタンですね、の9カ国を入っています。10月12日、キルギスにプーチンさん、キルギスに到着して、キルギスの ジャパロフ大統領と会談しました。また、ベラルーシのルカシンコーさん言いましたが、まあ、ロシア語ですね、ロシア語を失うわけにはいきません。ロシア語は私たちですね、にとって最大の資産ですよと言いました。なので、今後ですね、みんなでロシア語を守るという組織を作りましょうかと提案しました。これに関して、カタフシタの大統領、トカエフさんは支持しました。 原因はですね、この会議で言いましたが、ロシア語はですね、みんなの言葉だけではなくて、国際的な言葉にしましょう。若い子はですね、英語の勉強をするし、英語をですね、ロシア語に訳してるのを見て良くないというふうに思いました。この会議ですね、あんまり大したことを言われていない,でないんですよね。まあ、ロシア語の話ばっかりしましたね。あまり意味のない会議ではない方か,かなというふうに思います。 しかしですが、基本ですね、英語のことをバカにして、自分の国の言葉をですね、強調するのは、あの、独裁的な政権のことなんですよ、実は。例えば中国ですね、北京の地下鉄ですね、基本は全部英語をなくします。全部中国のローマ字表示か漢字ですね、まあ、ピンですね、使うんですよ。また、プーチンさんですね、キルキスにある空軍基地を視察しました。 これからキルギスとの軍事協力ですね、しますよと言いました。また、プーチンさんは中国のことを訪問します。ただし、中国のシルクロードサミットには参加しないでしょうと言われています。中国はですね、シルクロード10年間記念するイベントを用意しました。しかし、現在ですね、参加する130数カ国ですね、 の代表が来るんですよとは言っていますが、首脳というのはですね、公開しませんでした。現在ですね、タイの首相さん、セーターさんですね、発表しました。10月16日から19日、中国を訪問しますよ。また、シルクロード会議にも参加しますよと。これはですね、世界で初めて外国の首脳さんとして発言しました。 まだ習近平と李強総理ですね。ななど中国の要人とも会談しますよと。そしてタイの企業ですね。タイ湾の大手企業家も一緒に PK のことを訪問して、中国との貿易ですね。投資を促進します。現在ですね、国際社会で中国の戦略であるシクロード、あるいは一帯一路ですね。のことをですね、結構悪い評価ですね、つけているんですよ。 最初は支持しました。あるいは参加した国であっても、現在ですね、やめますよと発表しました。フランスもそうですし、オーストラリアもそうです。原因はですね、多くの発展途上国ですね、中国に騙されたんですよ。返済できないほどの債務をですね、抱えるようになってしまって、自分の領土を譲る、あるいは貸し出しすると言いますが、 そうすると、自分の産業もですね、中国の企業に独占されてしまいます。これからは、ますますですね、中国の言うことを聞いていくんですよ。つまり、最後ですね、中国に依存してしまうんですね。また、多くの国の政府はですね、中国政府、国営企業に汚染されて、どんどんですね、政権自体がこされていくんですよ。やはり、お金がですね、もらいますので。 また、一部の国はですね、自分の社会の治安を守るといってですね、中国側の監視システムを使っているんですよ。なので、事実上ですが、中国はですね、その国の社会、国の事情ですね、まあ、監視もできるし、管理はやってるんですよ。これがですね、非常に多いんですよ、実は。つまり、シルクロードサミットですね、あるいはこの会議に、 参加するのはですね、やはり良くないっていうふうにですね、政治の国が思っているんですよ。しかし、外交の機いがありますので、目立たない代表ですね、あるいは団体をですね、派遣して、まあ、参加してもらうというのは理解できます。しかし、タイはちょっと違うんですよね。タイ国ですね、タイの産業、経済ですね、特に観光業ですね、ものすごい中国に依存しています。この間、 タイではですね、発砲事件もあったんですよね。10月5日か6日でしたが、事件があったんですよね。これはですね、実は、一昨年にもあったんですよ。ほぼ同じ日なんですよ。なので、これはもらあるではないかと言われていますが、なので、中国ですね、一応タイのことは、観光危ないですよねと言っています。これでタイが焦ってしまって、中国政府にお願いをします。これで条件をですね、言い渡されました。これで、 北京のですすす。ね、シルクロードに参加しままよととなったと思います次です4。4. 中国にあるですね、日本企業の紹介がロイター社の取材で話をしました。中国にある日本の会社ですね、日系企業は52%の会社ですね、答えました。中国の経済は衰退する、下落する。これは2025年まででしょうがと言っています。また17、17%の会社ですね、 2024年の年末までは下落するでしょうかと分析しています。思っています。つまりですね、70%の日本の会社ですね、中国の経済について楽観的ではないという意味です。まあ中国の経済は回復するかどうかは分かりませんが、ただしですね、これからも下落するよね、衰退するよねと思っている方がですね、日系の企業ですが多いという意味です。 それから5%の会社ですね。来年中国の経済が良くなるでしょう。という話もあるんです。また67、67%の会社ですね。自分の製造ラインを中国から移転して、他の国に移転します。という話もあったんです。それから45%の2県の会社ですね。中国の経済が衰退して、自分の会社の業務も絶対影響されてしまうんです。と。 いうふうに発表しました。また12%の日本の会社ですね、中国での投資を制限すると返答しています。まあ、中国はですね、日本にとって最大の貿易相手国でもありますが、中国にはですね、たくさん日本の会社があるんですね。しかし、中国にとって日本はですね、最大の貿易相手ではないんですよ。1位はアシアンですね。 2位は EU ですね。3位は米国です。4位は韓国。次は5位ですね。日本という順番となってきました。現在、中国には3万1000カ所の場所にあるんですね。日本の会社があったり、あるいはそこには日本の事務所があったりするんですよ。これが今の状況ですが、また中国にはです、ね、日系企業の登録数はですね、3万社もあるんです。次です5。 中国人の消費者についてですが、バンクオープアメリカ、この銀融機構ですが、あるレポートを公開しました。中国の消費者は未来ですね、自分の収入に対して、まあ、減給ですね、あるいは給料が減るよね、と思っています。わずか26%の方ですね、給料は上がるよね、と自信ありますよ、そういうふうに答えました。しかしですね、今年は29%でしたが、 やはり減りました。自信を持つ方はですね、減りました。特に消費者は不動産市場に対しての自信がないんです。40%の方はですね、不動産価格はこれから下がるよというふうに思っています。これはですね、8月の調査でしたが、28%でした。まあ、倍ではありませんが、かなり増加しました。まあ、中国の地方政府はですね、いろんな施策を出して、 消費の刺激、不動産市場を刺激しようとはしていました。しかしですね、未来の6ヶ月間以内ですね、不動産を購入する予定ありの世帯はありません。この調査はですね、10月6日から8日まで中国にはですね、1023万の世帯を訪問して調査を行っていました。次です。6 中国の証券取引監査委員会ですね、上海の事務所が発表しました。10月末まで、今月までですね、すべての証券会社は新規のユーザーさんの登録をやめましょうね。ネットでの登録ですが、ホームページを停止しましょうとアドバイスをしました。まあ、指揮しましたけれども、原因があるんですよ。中国の証券会社はですね、中国の投資家のために、 あるセやサービスですね、提供しています。そのサービスとは、本人はですね、中国にいます。でも、中国にいるんですが、海外の株式投資は可能なんですよ。今までですね、海外の株価、株式投資する人気はですね、200のは、1位はアメリカです。2位は香港ですね。しかし、現在ですね、中国の株式市場はあんまり良くなくて、香港も良くないですね。 多くの投資家はアメリカ株を投資してるんですよ。中国政府として外国の株投資を所有するルートをですね、遮断します。そうすれば投資家は国内での株投資をやるでしょうかと思っているんですね。現在、27社の証券会社がこのサービスをやっていますので、また海外の株を運用する専用の APP ですね、アプリのことも 運営停止にしようという中国政府の指導をもらったらしいんですよ。次です。7。台湾の高等裁判所ですね、最高裁が発表しました。中国人夫婦ですね、台湾で会社を作ったんですよ。社長さんではあるんですが、江心夫婦ですが、提訴されました。しかし、証拠不足で、これから台湾から出国は可能ですし、台湾にある高級住宅地ですね、3県、 返しますよと、この夫婦は自由に行動できて、すぐにですね、台湾さよならと言って、香港へ移動しました。原因はですね、中国のスパイの問題ですが、王李強の事件ですね、ありました。2019年4月ですね、この王さんは観光の目的で、オーストラリアへ移動しました。入国もできました。しかし、オーストラリアの情報機構にいて、自分は中国のスパイですよと、 認めたんですよ。それから、以前ですね、香港で活動していましたし、それからですね、台湾の昇親夫婦の指示に従っていましたと本人が言っています。この情報があってですね、台湾にいる昇親夫婦はですね、香港に帰ろうとしたんですよ。空港で止められました。王さんは言いましたが、この 死行心夫婦は台湾で会社を作っていますので、中国からの資金ですね、ありますのでもらっているんですよ。資金の洗浄をしています。また、台湾にいる中国政府の代理人にお金を支払っているんですよ、と、この夫婦は。そういう通報もあったんですよ。しかしですが、台湾の裁判所ですね、無罪ですと発表して、釈放しました。最後ですね、今の最高裁となったんですが、やはり、 無罪です。証拠不足です。という意味で発表しました。まあ、台湾のですね、元軍の方、政治家にしても、議員さんにしてもですね、親中派、かなりこういうんですよね。まあ、調査はですね、ある程度まではできるんですが、最後ですね、続くことはできないんですよ。まあ、これがですね、台湾の弱いところでもあるというふうに思いますが。次です。8、10月10日の事件ですが、 奇襲所ですね。ある鉄道を建設中であって、トンネル工事ですね。してる最初でしたが、爆発が起きて、このトンネルの長さはですね、長さは4.1キロです。現在の情報ですが、2名ですね。行き埋め。5名さんは犠牲。1名は負傷です。っていう規模ですね。しかしですね、現地の方は、実はですね、そのトンネルには、もっとですね、くさんの人がいたんですよ。という情報もあるんです。 現地の司法政府は何も言いません。そして現地の農民の方はですね、この情報を発信しました。トンネルから2発ですね、2回の火が出たんですよと言っています。という音ですね、しますので、午前10時45分頃ですね、40分頃、爆発音2回ありました。それから12時半ですね、消防車、救急車が到着しました。夜の9時10時まで活動していました。 この鉄道はですね、最近急ぎで工事をしていました。今年の年末までに開通する予定でしたが、調査するですけれども、このパフォーマンスはですね、原因は不明です。この地域ですね、ガスが発生しやすい場所ですよと、その後ですね、そういう報道もあるんですが、まあ、どちらが正しいでしょうかわかりませんが、これはですね、中国政府いつもやることですが、できればですね、事故を隠したいんですよ。 絶対に自分からは認めないですね。これが中国政府の特徴ですが、しかしですねあの、これで見るのはですね、中国の工事ですら結構大変ですね。でも、例えばインドネシアとかですね、そこで作った鉄道ですね、本当に大丈夫でしょうか。中国はですね、結構工事します。外国でもですね。工事をするんですが、実はですね、中国の国内ですら安全ではないんですよ。 安全のことを無視しますので、海外ではですね、特に発展途上国ですね、お,、まあ、お互い様ですが、同じくですね、中国の海外でも安全を大事にしないんですよ。まあ、安全を大事にしないとは、とはですね、自分の従業員さん、あるいはその方々ですね、の健康、また命のことを大事にしないという意味ですね。まあ、こういう意味で、中国の政府は本当にクズですよね。そういう法律はですね、あるんですが、でも、 実行していないななような感じですね。中国の会社ですね、やりますので、それがですね、中国政府の行動なんですよね。なので、この事故をです、ね、見て、海外ではですね、空事故は実はですね、もっと多いんですよ。でも、絶対に言わないんですよ。それが中国の今の現状ですが、海外で事故を歩いてもですね、報道しないし、まあ、海外のメディアも報道しないし。 こういうのが問題なんですよね。しかし、何も報道しないからこそですね、そういうリスクもあるんですよね。例えば、品質大丈夫でしょうかこれはですね、本当に難しいというふうに思います。また、中国の社会について話をしたいと思います。この動画はここまでにしたと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。